さあ、それではジュニアライト級の一戦です。1994年6月17日ルンピニースタジアムで行われましたノーマルマッチ、ポムペットナラートリー軍、そしてレインボーソーパランタレー、両者の対戦をお届けしてまいりましょう。リングの中央では現在ワイクーが行われております。500年の歴史を誇るムエタイ、その真髄に迫ってまいります格闘伝説ムエタイ。それでは今日の第1試合ジュニアライト級のノーマルマッチ、両雄の激闘をお届けしてまいりましょう。それでは選手を紹介してまいりましょう。まず赤コーナーがポムペットナラートリー軍です。1975年2月23日生まれ、年齢は当時19歳です。出身地はタイの南部パッタルン県の出身、身長170センチ、体重は130ポンドです。戦歴はここまで150戦をこなしております。ポムペットナラートリー軍、前回はナムポンノーンギーパーブユットを判定で破っております。赤のポムペットナラートリー軍であります。青コーナーがレインボーソーパランタレであります。1972年6月2日当時は22歳でした。タイの東北部マハーサーラカーム県の出身、身長は167センチ、体重は130ポンドです。戦歴はここまで100戦以上こなしております。得意技は右のミドルキック、膝、右のパンチであります。青のレインボーであります。ニックネームのグラブドゥーヤーは強情な水牛という意味があります。さあ、青のレインボーソーパランタレーであります。ラウンド青コーナーのレインボーソーパランタレでありますけれども、威力のある膝の攻撃から先ほどのニックネーム、強情な水牛、グラブドゥーヤーというニックネームが付けられたということです。そして赤コーナーのポンペットナラートリー軍のニックネームはブラックスーパーマンというニックネームがあります。 WMTC のミドル級の王者決定戦でアイファン・ヒポリットと戦いまして、残念ながら TKO 負け、敗れております。さあ、ポンペットとそしてレインボーであります、両者の対戦第3ラウンドになっております。今画面を接しておりますのがポムペットであります。向こう側に控えておりますのがレインボーであります。首相撲そして膝を得意とする赤コーナーのポンペットに対するは、青コーナーのレインボーは右のミドルキック、膝、右のパンチです。そのレインボーの右のミドル、それから右のパンチ、このあたりにポイントを置いてご覧いただきましょう。それをどういう風に返してくるのか、赤コーナーのポンペットであります。ポンペット、さあ少し右足を引いてくる、そして引いて下がって右からのミドルキックを放つ赤コーナーのポムペットであります。ミドルで来る、ミドルにはミドルで返そうという青コーナーのレインボーであります。レインボー右からのミドルキック2連発、しかしこれはブロックされています。ポイントには至りません。ロープには下がっていきます。ハイキックはレインボーであります。ローキックを出してくる、ローキックからハイキック空振り、しかしすかさずその右からのハイキックで応えます。赤コーナーのポンペット、左からのストレートを出して切り込み体勢作りは赤のポムペット、しかしそれをどのように落ちてくるのか、盛んに右からのやはりミドルキックや右のパンチなど出してまいります。青のレインボーです。青のレインボーの右のパンチ、右のフック、右のストレートから左からアッパー、右の今度はアッパーになりました。切り替えてくるレインボーであります。右からのミドルキック、このレインボーのパンチそのものも結構思い切りって打ってますね、はい、ストレートからこの左右のフックアッパー、そうですね、ボディブローから右からのミドルキックを放つレインボーであります。少し下がります。今度はミドルキック、レインボーの右からのミドルキック、赤コーナーのポンペットが逆に右からのミドルキックで返します。返してまいります。右からのミドルキック、今度左から前蹴りは青のレインボーであります。ミドルキックで返す、ミドルキックというよりはただいまのハイキックの感じ。赤のポンペット、ミドルキャッチしておいた、キャッチしておいて、あ、うまいですね、うまいですね、はい、キャッチされた瞬間、ポンペットが膝蹴りをやろうとした瞬間ですね、はい、レインボーがまた飛び上がりましたもんね。そうですね、前蹴りで参ります。レインボーが前蹴りで来る、ローキック足を払ってくる、バランスを崩そうという体勢を作りますのが青のレインボーであります。ミドルキック、しかしブロックされています。このラウンドは終了。さあ、次もこういった攻防が見られるんでしょうか。ラウンド4、
第4ラウンド、ラカンナってスタートいたしました。左側がレンボーです。右側がポムペット。ミドルキック、これはうまくスウェーバックしてまいりましたのが青のレンボーであります。ミドルキック、これもうまくグラブで持って払いのけました。ミドルキックは相打ち、前蹴りでくる。さあ組み合いました。ここから膝が出るんでしょうか。レンボーの膝、膝は両者得意としております。いいですね、はい、ああいう脇の下から組んで思い切り相手を体勢を崩す、崩したら倒れる瞬間の攻撃がいいですね、はい、だこのレインボーのこの動きというのは ここだと思った時のこの瞬発力、なおかつ前に出ての相手を畳みかける、はい、この動作というものはあり、はい、非常に見るものがありますね、はい、こういう状態ですね今の、はい、何かもう藤原さん、一瞬たりとも目の離せない試合というのはこの試合のことですね、はい、まあ、それだけこのレフリーは大変だと思いますけどね。そうですね、これだったらもう動くレフリーも大変です。ミドルキックになります。左からの、右からのミドルキックはポンペット、突き立ての左からの膝を出してまいりましたのがレンボーであります。左からのミドルキック、ポンペット、今度はポンペットが右からのミドルキック、パンチを出しながら、そして膝を突き立て前へ出てまいります。ロープには詰まりました。しかし逆に今度はレンボーが押し込んでくる。ミドルキックを出す、右からのミドルキック、ミドルキャッチしていった。左から右からハイキック、レンボーのハイキックです。前蹴りを出してまいります。赤のポンペットであります。逆にこれはフックを出してまいりますのがポンペット。相手がキックでくると今度は逆にパンチで切り替えてまいります。赤のポムペット。そして相手が接近してくるとここは膝の応酬に持ち込みますが、しかし転倒してしまいました。ポムペット、今のレフリー の倒れた瞬間、レンボーが左切りをやろうとした、あの瞬間レフリーの入り方すごい早かったですね。さすがやっぱりムエタのレフリーはもう、ね、恐れ入りますという言葉が一番恐ろしいかもしれませんね。ミドルキックを出しました。おっと、今これはレンボーのかわし方見事ですね。体勢をちょっと低くしましたね、ちょっと危ない状態だったんですけどね、しかし今の目がいいんでしょうかね、もうあっぱれです。青のレンボーです。ポムペットもミドルキック連発で来る。しかし相手がその2連発を終えた瞬間を狙ってノーガード状態のところにミドルキックを打ち込んでまいりましたのがレンボーであります。ポムペット、さあ前に出てくる。膝をなる、膝をブロックしていって、そしてパンチを見舞おうという体勢を作りますのが赤のポムペットであります。左から膝を突き立ててくる。相手が膝を出しますと即座にその膝で応じるという赤のポンペット。右のストレート、これはうまくスウェーバックしました。青のレンボーであります。ミドルキック、右からのミドルキック、そしてニュートラルコーナーじわじわと押し込んでくる。そして肘が待っている。ニュートラルコーナー詰まりました。どちらが先にこれは体勢作るんでしょうか。しかしこのラウンドは終了しております。ラウンド5、ここまでの放送席藤原さんのスコアカードは4ラウンドまでは5対5のイーブンで来ております。このラストラウンドでどうでしょうか。ジュニアライト級の5回戦、ポムペット、ナラートリー軍、そしてレンボーソーパランタレー、両者の対戦です。五分五分で来ております。この第5ラウンド KO TKO で決まるのか、そして判定にもつれ込むんでしょうか。ポムペットとレンボーであります。ローキック、しかし今のスウェーバック見事。ポンペットはローキックに行きますとすかさずすぐに切り替えてミドルキックやハイキックを出してまいります。それをうまくスウェーバックしてかわしてまいりましたのが青のレインボーであります。突き立ての膝を出してまいります。そしてここは膝に行こうかなと思いきや首相撲を挑んでまいりました赤のポンペット。しかしレインボーもそれにやってやろうと言わんばかりに顎を引いて、そして体勢を少し下げまして前へ出てまいります。青のレインボーであります。ロープには詰まりました。ロープには詰まってくる。ここは回り込んで来られるかどうか。赤のポンペットであります。回り込まずに逆に前へ出てまいります。青のレンボーが引きます。下がってくるところ膝、そして軽いショートストレートを左から出しましたのがポンペットであります。下がって誘うか誘ってくるのか、ポンペットであります。レインボーあまり深追いはしません。ワンツーから今度はローキック、しかしこれはうまくかわしてまいりました。青の赤のポンペット、青のレインボーは下がります。下がってそしてじわじわと前へ出てまいります。仕掛けて、そして今度右からのミドルキック、ロープ際での攻防、しかしロープは絶対に背にしません。青のレインボーであります。ミドルキック、しかしこれうまく右のグラブでさっといなしました。飛んでくる、
飛んでいってのミドルキック、下がります、下がってくるレンボーであります。ポンペットも仕掛けてくるか、まだお互いにこれは仕掛けてはきません。体勢がどうでしょうか。ポムペットは前に出るか、相手をいざなってくるのか、レンボーがそれにどういうふうに応じるんでしょうか。下がります、下がりかけておいて前に出てくる赤のポンペット、しかしレンボーがあまり深追いしません。これは今藤原さん飛び膝ですか。いや飛び回し蹴りですね。飛び回し蹴り、ミドルキックを出しますが、これは完璧で当たっていません。ハイキック2連発で来る、ニュートルコーナー詰まりました。しかしここは深追いしません、囚われません、青のレンボーであります。しかしポンペットも来ないと、ミキア前へ膝を突き立てて出てまいります。さあどちらがどういう戦法で来るんでしょうか。ラストラウンドになっておりますけれども、もう30秒切っています。 KO か TKO か、この段階ではちょっと KO TKO が難しいのではないでしょうか。もう仕掛けません、レンボーの方誘いますが、赤のポンペットもそれには乗りません。ローキックで返してまいります。10秒切っています。ジュニアライト級の5回戦、もう時間がありません。さあ飛んでいってる回し蹴りを見せました。試合終了。さあ藤原さんはどうでしょう。5対5のイーブンで、トータルドローになってますが、はい、さあ判定はどうなるんでしょうか。赤のポムペットか、あるいは青のレンボーで決まるんでしょうか。ジャッジペーパーが今、レフリーはドロー引き分けです。ジュニアライト級のノーマルマッチ、ポムペット対レンボーの一戦は引き分けに終わっております。藤原さん、まあ、引き分けになりましたけれども、はい、そうですね、もう本当お互いにこの一歩も使わない、この迫力のある、またこの攻撃力の持ってる、パンチにはパンチ、蹴りには蹴り、膝には膝と、もうお互いどちらを見てもこのどちらのこの技切りを見ても互角ですね。私はそうですね、本当に、まあ、それだけにちょっと途中解説する言葉が少し少なくなってしまって、私自身もこの画面に夢中になってしまったんですが、私も、ね、もういい試合でした。はい、まあ、後半ちょっとね、レインボーが相手がこうパンチの出てきたら下がってね、しまうシーンもありましたけれども、しかしポンペット、そしてレインボー、これぞまさしくムエタイという感じがしましたね。そうですね、だからやっぱりこのレインボーのたまに見せるこのトリッキーな動き、はい、それだけでポンペットのこの真面目な動き、バッテリーヘッドのコーツをつけがたい、いい試合でした。はい、この試合は引き分けに終わりました。